平野陸が20日間の地上波デビュー。音楽以外の才能も大解剖。平野耀の実定が待望のテレビデビュー。3月2日放送の音楽番組 NHK101 会場ではナンバー i の出演により、その魅力的なパフォーマンスが再びテレビ画面に登場し、ファンの心を強く揺さぶるファン待望のイベントとなることが決定した。音楽ファン。しかし、この番組への出演が注目に値するのは、 グループ結成以来初のテレビ出演ということだけではない。最大の注目は、平野仕様の実定である平野陸が地上派アナウンサーを20日間務めることだ。エンターテインメント業界に足を踏み入れたばかりの彼にとって、彼の声が大衆の耳に届く瞬間は、彼にとって新たな挑戦となるだろう。過小評価されている平野陸に対する期待は高まり続けており。 ファンは彼が兄譲りの音楽的才能をどのように発揮するのかをテレビの前で心待ちにしている。彼の声がどれほどの魅力をもたらすのか楽しみです。さらに、この番組のステージには音楽パフォーマンスだけに止まらない魅力がある。視聴者は出演者の素顔やリアルな生活、普段見ることのできない一面を垣間見ることができそうだ。期待と興奮が高まる中、ロケーション101の放送を待っていたファンにとっては、 その日が来るのが遅すぎたかもしれません。しかし、長い待ち時間で溜め込んだ興奮がステージを通して一気に解放される瞬間は、きっと忘れられない経験となるだろう。そして記事に戻って平原に焦点を当てましょう。2020年よりアパレルブランド、r k ズの代表を務め、リクという芸名でラッパーとしても活動している。昨年12月に初のシングルを3曲でリリースし、 その収録曲、ラウトイットが2月26日深夜放送の、プレミアメロディー×テレビ東京で地上波初披露された。彼の活動は単なる有名人ではありません。医療品ブランドの代表としての仕事は、彼の想像力とビジョンを示し、彼の才能が開花していることを示しています。また、陸名義での音楽活動は、新たな表現の輪を模索し、続けていることを示しており、 初の地上波放送は彼の活動にとって重要なステップとなる。テレビを通じて彼の音楽を幅広い視聴者に届けることができることは彼のキャリアにとって大きな意味を持つことになるだろう。彼のラップに込められたメッセージと独特のスタイルが多くのリスナーの心に響くことを願っています。今後も彼の活躍には注目が集まる。彼のあらゆる一歩が多くのファンやサポーターにインスピレーションを与え。 彼がブランドと音楽のキャリアをどのように発展させていくか、そして彼が直面しなければならなかった新たな挑戦にインスピレーションを与えることは間違いありません。彼の才能と水平への情熱は多くの若者にインスピレーションを与えるでしょう。2021年5月22日にジャニーズ事務所に移籍し、7月7日に滝沢秀明の東京事務所への移籍を発表し、ファンは新たな展開に興奮した。 数日後の7月19日、リックは自身のインスタグラムに二人の短い写真を投稿し、一緒に頑張ろうというメッセージを添えた。この瞬間、ファンは非常に感慨深いものを感じたに違いない。新たな一歩を踏み出す陸の支え合いの姿に、兄弟の絆と信頼を感じた。また、陸がシャオの足跡を継ぐのではなく、それぞれが独自の道を切り開くことを示唆しているようです。二人のこの写真はファンにとって特別な意味を持ち、 兄弟関係としてだけでなく、彼らの過去と未来への希望の印としても見ることができます。